さあ、ひろさん、ひろさん、盛りだ。はい、で、今回はですね、フラット工房の200円オリパーですね、こちらが10口。はい、まあ、これがね、200円オリパーですよ。まあ、この時にみんなもう、ね、ブラウザバックしようと思ってるあなたいませんか、そこに。たったの200円かと。たった200円かと思いますよね。ここから出るの凄まじい数が出ます。なんと、モルトネックスと CS プロが、もが2枚と、5000GT の CS プロが1枚、ダイハード CS プロが1枚、バンベートーベンの CS プロが1枚と、凄まじいカードたちが揃ってます。やばい。10口入ってます。まあ、我々ちょっと YouTuber なので、当てさせていただきます。いや、どうしよっかな、ちょっと。まあ、上から一口ずつね、開けていきましょうか。開けていきましょう。はいはいはい。じゃ一口目。わかんない。どっちかわかんないんで、はい。光ってると。やばい。バックラスターだ。やば、バックラスターだよ。やった。お、すごいじゃん。すごい、来た。すごい、やば。いきますよ、2口目。いきましょう。これパッてあれだね、そっち向きにしようかな。そうだね、すぐ。そうだね、いきます。2口目はこちら。はあ、外れですね。はいはい、ナグレとアドレックワークマン。はいはい、まあこれはスーパーベリーの30円ですね。そうですね。まあはいはいはい、外れ、外れですね。なるほど。さあ、続いてのオリパーはこちらです。はい。ああ、これは、なるほど。あれ、トンカチ種目とあれですね、よくあのハズレベリーのジュデルーカさんです。4口目、4口目はこちら。知ってる、その感じ。ジュデルーカだ。あ、これジュデルーカって感じですよ。やば、待って、3枚揃った。知ってる、俺の知ってるカードだわ。あと1枚でできてます。5口目はこちらです。やばい、待って、トンカチショックとガッパゼオ。知らんやつ出た。知らんやつ出た。何？あ、俺がオーラです。ガッパゼオですね。はい、あの、それもハズレベリー。次2枚出ます。次ね、次も1枚出る。ということで、まあ、ここ折り返しですよ。から本番、ここで開けていきたい。こちら。ちょっと待って、知ってるカードだ。俺の知ってるカードが出たよ。ちょっと待って、動画種目とガッパゼオ。ガッパゼオです。やばい、おい、やばいぞ、来てるな、これは。さあ、もう折り返しも過ぎたところで、ここでお願いします。はい。ああ、なるほど、ここで。ああ、これあれですね、デュアルファングのツインパクトと、あれですね、ミラダンテのフォルテの方ですね、これはね。まあ、ここでね、開けていくのがラッキーセブンと言いますよ。7口目です。7口目、開けていきます。はい。ああ、ミラダンテフォルテとナグレの、知ってるやつだ。ああ、もうすごいな。もうポーカーできちゃうもんね、これでね。さあ、ここでやっていくのが YouTuber。 はい。ああ、誰？あ、でもフェルナンド・ソシュールだよ。あれだよ、ちょっと昔のボシトースに入ってましたね。はい、もう今はちょっと使いようがないんですけども。はい、あとカイザル・バーラ好きな方いらっしゃると思います。いやー、ラストになっちゃったね。ラスト一口、じゃあラスト一口は森選手に開けていただきましょうか。開けてみます。では、じゃあラスト一口いっていきたいと思います。して一気にバッて出しますね。さあ、来い、ジュデルーカ、いきます。せーの、ぽい。これが手が2枚と、2枚出たってことは、これで革命ゼロデッキが組める。革命ゼロデッキが組めると。召喚できないんですね。フォルテ4枚とジュデルーカ3枚とドンカ種目が3枚出たと。そうですね。あ、なるほどですね。デッキを組めということかもしれません。はい。いやいやいや、まあまあまあ、しょうがない。1万口もあればね。1万分ですからね。そりゃ当たりも出るわということで、まあ、今回バックラスターが1枚出ただけでもね、よしとしましょう。うん。はいはいはい。まあ、こんな感じで、また面白い呼び場あったら開けていきます。開けていきましょう。はい。ということで、今回はこれにして終わりたいと思います。それではまた次のオリパでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。